学校。ケンマ。クロ。じゃあ。またね。しょうよ。勝手にフラフラすんな。ごめん。知らない土地なんだから気をつけろ。君らの言うヒョロヒョロのチビとは、俺たちネコマの背骨で脳で心臓です。しなやか。クロ、今のやめない？なんか恥ずかしい。いいじゃねえか、雰囲気雰囲気。自分らへの暗示みたいなもんだ。ということで、遊び相手は年も家も近いクロだけ。スポーツは特に好きじゃないけど、バレーボールは昔から触ってた。中学は黒に言われて。やめんなよ。お前は鋭い観察眼を持ってるし、今の 1,2 年はお前の凄さを分かっている。お前は絶対にチームを強くする。飛ばない。さすがだな。大好き、クロさん。あれ、いつからやってるんですか？誰に教わったんですか？センターいつからやってますか？自然くんたち、何で考えたんですか？練習したんですか？壁に。クロ、今の何？一人時間さ。昨日テレビの試合でやってんの見た。こうジャンプすると見せかけて、一回止まってブロックにフェイントかけてから打つ。何それ、よくわかんない。テレビで試合見るたび新しい技やろうとすんのやめてよ。何言ってんだ。今からたくさん練習してな。他の奴らにできないこと俺たちが一番できるようになるんだ。今使えない攻撃技だって今からたくさん練習してれば高校生くらいにはきっと。結構むずそうだな。そこそこちょっとずつつかめてきてるから、あと30時間くらいやれば。毎日よく飽きないな。そんな暇があったらバレーの練習しようぜ。してるよ。実際春高予選なんてあっという間だぞ。クロはバレー飽きないよね。あ、クロさん、ゲンマさん、おはざーっす。はざーっす。ああ、おはよう。みんなもう来てるか？それが。うん、だとさ、リエフの相手。うん、入ってきた時からあんまり絡んだことないし。だよな、ケンマとリエフじゃ水と油。リエフみたいなめちゃくちゃには俺はカラスノのセッターじゃないし、でも多分リエフの方がもっと下手。どうしてっかなあいつら。よし、おはよう。モテモテだな、ケンマ。どうだい。何が？リエフ見てると面白いよね。クロは外野から見てるだけだから。その敵まだ倒せないのか？うん、こいつの攻撃強くてすぐやられる。攻撃される前に攻撃すりゃいいんじゃねえか。攻撃は最大の防御って言うだろ。今敵が攻撃する前尻尾が光ってたぞ。え、嘘。剣魔なら気づいてるのかと思ったぜ。お前も熱くなると周りが見えなくなるんだね。別に熱くなってないし。しかして東京タワー、あれは普通の鉄塔だね。なんなの？いつも新しいね。もしチビちゃんがうちにいたらお前ももうちょいやる気出すのかね。翔陽と一緒のチームは無理。え、なんで？じゃあチビちゃんが敵として練習相手にいてくれたらお前もちゃんとやる気出すのか。ペナルティをこなす姿に異様な貫禄。前回の遠征も含めて他の何倍もペナルティやってるからね。はいはい、すいませんでした。僕とうるせえな。緊張してんの？はあ、当然だろ。相手が相手だぞ。